おはようございます。速稼塾の久保です。本日は2月22日にゃんにゃんにゃんというね猫の日だそうですけども、皆さんご存知でしたか？ドル円の相場なんですけども、先週のうちにですね倍の方に大きく向かわなかったので、これは潮目が変わってですね、今週はもしかしたら106円107円の方向に行くことがためらわれるかもしれません。まあそういった視線で週が変わりましたので、週足の方から冷静にね頭を空っぽにして、先週立てた予測はあるんですけども、それを切り離してね考えていく、そんな月曜日にしたいと思います。では画面を切り替えていきますね。はい、まずは週足の方を一緒に見ていきますけども、週足はもうどうするかお分かりだと思いますけども、こんな感じで横線を引いてですね、フェーズは完全にこの下を潜ったところから上の方に戻ってきましたね。気になるのは上髭なんですよ。陽線が出てる、要するに陽線っていうのは上に向かっていくチャートバー、ローソク足なんですけども、なのに上髭が長く出てるんですよね。これは買いの勢力が圧倒的な売りの勢力によって押し戻されているってことでございます。ということで106円107円の方向に一方的に向かうっていう考えはちょっとここで捨て去らなければならないかなと思ってますね。次、デイリーの方を見ていきますけども、デイリーはどういう風になってるかというと、私の考えではそのゾーンがねこういう風にあって、で一旦ここから、伸びた、こういう風にねガンガンと来てバーンと伸びたものがここに来てですね、 N を書いてもう一回上の方に伸びると思ったんですよね。こういう風に行くんではないかなと思ったんですけども、どうももたついて売りの勢力がここに来てね、先週の際で強くなってきたんで、ちょっと別の考えをここに張り巡らさなければならないかなと思ってます。どういうことかというと、まあ、例えばねこう考えることもできるんですよ。ここに第1回目の波があって第1波、そして、ここで押し目が入って第2波、第3波が一番長くて第4波がここにあり、第5波で一応この流れは終わってですね、ここからエリオット波動を形成するという考えも一つあるなと思うんですよ。エリオット波動っていうのは、まあ雑に書きますとね、ちょっと赤で追加しますね。こういう風に残りの波動が来るかなってところなんですよ。で、一旦下に落ちるような感じがするんですけども、エリオット波動ですから、今度はね、ここからもう一回上の方に突き抜けるという形ですね。そうすると106円の方向に向かうタイミングがもうちょっと後になるかもしれない。場合によっては来週になるかもしれないなっていうふうな目算が立つんですよ。もちろんこれが今のところエリオット波動の、はい、ちょっとね画面が切れちゃいました。慌てて繋いでますけども、この赤い箱の前半がエリオット波動の上昇5波、そしてまだ書かれてませんけども、下降の3波っていうものが今第1波まで書かれているところかなと思います。で、これがエリオット波動を完成させると、多分この赤い矢印のようにね、大きな方に上に跳ねていくんではないかなということが今分析できるわけですよ。もちろん先のことなので何とも言えませんけども、私はね、デイリーを今お話したように分析してますね。で、4時間の方を見ていきます。4時間の方はこのようになっていて、私が先週まで思っていたのは、こちらのゾーンを下に突き破るんではなくって、その前に反発して上の方に跳ねていくのかなと思ったんですけども、今回はそうならずに下の方に十分食い込んでしまったってことですよね。ですんで場合によってはこういうふうな形を描いていくのかなと、その後で大きく上の方にズバッと跳ねていくんではないかなってことを想起してますね。で、1時間の方ですけども、まあしばらくこの下降トレンドは続くでしょうね。ここにダブルトップも見えます。ですんで、しばらくはこのような形でね、トレンドラインを形成するだろうということです。で、一つ目のゾーンはここにありますんで、ここを越えていけるかどうかを今日見ていきます。このままだと、こういうふうなチャートがこういうふうにいくとも考えられますし、もうちょっと深くいって、二つ目のゾーン、ここで反発するっていうふうな感じで1時間を見ることもできますね。はい、ということで今日の予測をしてみました。先週の考えも引き続き頭の中にあるんですけども、ただそこに縛られずにですね、ここまで先週
上昇するのに時間をかけて、今ね、下降してるわけですから、特に週足を見れば分かるように、上昇していく、その、ローソク足の勢いが、ヒゲで打ち消されているところがありますよね。まあ、ですんで、しばらく上昇はないんじゃないかなっていうふうな形で、用心深く見ていこうと思います。今は非常にですね、エントリーに迷う月曜日となったわけなんですよね。先週中に上昇していただければね、もしくは大きく下落していけば、迷うことはなかったんですけども、まあ、最も悩ましい展開になってきました。ただこれも日々の仮説を積み重ねているから、今迷いなんだなっていうふうに分かるだけなんですよ。ですんでね、毎日毎日連続しているってことが大事だと思います。さて、とりあえず様子見ていきましょう。